あとはね、うん、大倉稽古場のルール無視事件って、うん、これ毎年じゃない、これだって毎年ある、毎年のね、冷蔵庫嵐から始まってって、冷蔵庫嵐ね、誰のかも全部飲んだり食ったりしちゃう、これ飲んでいいんすよね、飲んでいいかどうかなんか分かんねえけど、まあ、ダメなんじゃねえか多分っていうのがね、うん、あるけどとか、座ってる場所だったりなんか大体決まってるのにいろんなとこ座るとか、いろいろあるね、あと寝床問題ももう全無視ね、全無視ね、うん、で誰のもんでもかんでもっていうのはあったんだけど、うん、今回大倉的にはあんまなかったんだろ、そうなんですよ、これもうなんか冷蔵庫のものあさってないんですよ今回は、それ意識して、意識してましたよ、でもこんなだから書かれちゃうから、うん、これは、ね、侵害なんだ、あのね、うん、このまだ言ってないけどね、うん、今回はだからまあ暗黙のルールを破っちゃう問題なんだけど、はい、まあ、まあ毎年恒例よ、はい、まあ、寝床無視から冷蔵庫のもの食べちゃう、うん、飲んじゃう、これはスタッフにインタビューをして、うん、で今年あの稽古場で集まってたやつに、うん、どんな事件があったかっていうのをみんなにインタビューして聞いてくれって頼んで、うんうん、まあ、出来上がったこのインタビューの事件結果なんですけど、うん、この大倉稽古場ルール無視事件を言ったのは習慣で言ってるだけで、うん、本当に見てないのにこれ書いときゃ言っときゃいいやっていう、ちょっと現れてる、ね、俺のことまるで見てないんですよね、なるほどね、あ、これ言えばなんとなくそれに似たようなエピソード出してくるかもしれないし、そうですから、それは本当確かによく考えたらそんなに感じてないよね、大倉さんがなんか今年やったみたいな、いや、まあ、でも寝床は結構あれしてたと思います、うん、してた、いや稽古場で寝たのも、うん、その1回ぐらいなんで、1回だけ見たのは見たけどね、 その時は、うん、あのクッション誰も寝てなかったから、うんうん、ちょっとあそこで横になろうかなって、別に寝るつもりじゃなかったんですけど、うん、目閉じたらどうなるかなと思って、うん、それでそっから記憶がなくなったあの例のやつですね、あの、うん、だからルール無視事件っていうよりもう俺のことが無視されてるんじゃないかっていうぐらいですよなるほどね、はい、じゃあこれはちょっと違うと、これはもうはっきり言って、うん。